どうも、今回ですけれども、そぼろ弁当6日間作り置き冷凍弁当をご紹介させていただきます。今回の見どころは、レンジだけで簡単調理、フライパンまな板不要となっており、いつもよりかなりの時短調理となっているので、そのライフハックを皆様に共有させていただきます。それでは先にご飯を3合炊いて、先に冷ましておきます。次に材料を紹介します。鶏ミンチが 750g。グリーンピースが適量です。このグリーンピースは前回2色そぼろ弁当を作った時に鶏そぼろにグリーンピースを入れるといいですよとご視聴者様からありがたいコメントをいただいたので早速使わせていただきます。全部の合計が1077円で弁当作りのスタートです。まず耐熱ボウルを用意します。ちなみに僕はパイレックスさんの耐熱ボウルを使用しています。次に鶏ミンチ 750g を大量投下します。まんべんなく平らに広げて、ラップをして、電子レンジで600ワット5分チンします。レンチン終わったら肉汁が出るので、肉汁を捨てます。ここで鶏そぼろを簡単にパラパラにする裏技をご紹介させていただきます。まず、軍手2枚と、ニトリルのゴム手袋を用意します。右手に軍手をし、二重に重ねます。その後にニトリルのゴム手袋を重ねて、アルコールで除菌します。そして一気に混ぜ合わせます。再びラップをして、電子レンジに入れ、600ワット、3分チンします。チンが終わったら、砂糖大さじ2、醤油大さじ5を入れ、手で混ぜ合わせていきます。手袋をしているので熱くないのですごく楽です。そしてこのグリーンピースを2つまみぐらい、入れていきます。グリーンピースが潰れない程度に混ぜ合わせて、最後にレンジで600ワット2分チンします。そしたら、どんなでしょうか？グリーンピースが入っていることにより、見た目のパンチも効いて、めっちゃいい感じになってます。これは本当に感謝です。弁当箱に詰めていきます。前回使った桜伝舞も残ってるので、これもトッピングしていきます。そしたら皆さん、いかがでしょうか？まな板もフライパンも使用していないので、とにかく楽です。味もレンジで熱を通しているので、しっかりと味が染み込んでいます。さあ最後は蓋をして、冷凍庫を開け、パパッと入れていきます。このグリーンピースも余っているので、次回また何かに使おうと思います。本日の洗い物はこれだけでした。本日もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。